ついにキャプテンも決まり、新チームとして動き出した聖堂。一方甲子園では稲実の快進撃が続いていた。知ってましたか倉町先輩、甲子園の名前の由来を。大正13年球場が完成したその年。お前何の勉強してんだよ。次回ダイヤのエース日の当たる場所。ここまで来たらちゃんと最後まで見届けようぜ。あの悔しさをずっと忘れないようにな。